どうもギターのトールです。なんか2日目で2日間やらせてもらってるけど、今日の方が元気いいような気がしますね。これは今日ちょっとヤバいんとちゃいますか。皆さんどうですか。オッケー、最後までよろしく。どうも、りょうたです。いやすごいな。なんか俺ちょっと喋ること考えてんけど、なんかまた真っ白になってしまった。いやでもまあ今日はね、最後やから、まあとことん楽しみましょう。最後でよろしくです。ともえです。横浜元気か。ほんまにめっちゃ楽しいです。ありがとうございます。このまま行くと数ある中で一番の思い出になる気がします。この調子で最後までよろしく。どうもこんばんは、タカです。今もうすでに感動で胸がいっぱいですけれども、これを大事に大事に今日は最後までこぼれないように頑張って歌い続けたいと思いますので、どうか最後まで、最後までよろしくお願いします。やばいね。いや、こんなでかいステージで2日間できるってほんまに幸せやな。ありがとう。ほんまみんなのおかげやで。最高。さっきトモヤがバーッ喋ってたやろ。でかすぎて何言ってるか全然分からへん。ここうわーしか聞こえへん。それぐらいね、もうでかくて、上の方までちゃんと見えてるんでね。もう全然盛り上がってなかったらもうバッチリ見るんでね。ほんまに最後まで楽しんでほしいんですけども、うん、いやもうなんかこのツアー、お、見えてるぞ。このツアーもあっという間で、今日がラストやで。そうだね。もうすごい、なんか寂しいような、うん、めっちゃ楽しかったけども、いろいろあったツアーだったけど、うん、でもまあアルバムを制作して、そしてまあツアーに回ってですね、本当に今回のツアーは楽しくて、素敵なスタッフと、そして素敵なメンバーと、素敵な本当お客さんがいてですね、ここまでたどり着くことができました。本当に感謝してもしきれないですけど、もうね、今日は多分同じ言葉しか出てこないと思います。最後まで楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。この2つまあでもスペシャルなんでね、お祭りなんで、普段はやらない曲も今日はやっていきたいなと思いますので、知ってる人はガンガン歌って叫んでください。よろしくお願いします。君は思う気持ち、若気を伝えられず、僕はただよ
けは君だけを追っていたなんて考えた時はもう好きだった君と会うと決めた日はどれだけ自分を隠しただろう嫌われるのが怖くてって考えた時には愛してた逃げない仕草でも目だけは君だけを追っていたなんて考えた時はもう好きだった君と会うと決めた日はどれだけ自分を隠しただろう